ライサ・ゴルバチョワ、ライサ・マクシーモブナ・ゴルバチョワは、ソビート連邦の最後の指導者であった、ミハイル・ゴルバチョフの夫人、ライサ・マクシーマブナ・ガルバチョワとも表記される。旧姓はチタリエンコ。ソ連のファーストレディとしては、公的な行事や、外国訪問などで、積極的に夫のミハイルに随行し、ミハイルと共に、ソ連のイメージ改善に貢献した。また社会運動家としても活動し、 ロシア文化遺産の保存や新たな才能を発掘するための教育、小児白血病の治療プログラムのための資金調達に尽力した。1932年1月5日、シベリアのアルタイ地方ルブツオフスクに出生。父マクシム・アンドレイ・ビチ・チタレンコは、ウクライナ系で、鉄道技師であった。ライサは、マクシムとシベリア出身の母の間に生まれた3人の、この第一子である。 少女時代をウラルで過ごし、高等学校では、成績優等で1949年に金メダルを授与された。1950年、モスクワ大学哲学部に入学した。在学中に、同大学法学部に在籍していたミハイル・ゴルバチョフと出会い、1953年に学生結婚した。大学卒業後、大学院に進んだが、ミハイルが競技スタブロポリ地方で、 コムソモール活動に従事することになり、これに従ってスタブロポリに移った。ミハイルはスタブロポリでソ連共産党官僚としての改定を歩み、来サのスタブロポリでの生活は23年間に及んだ。夫妻の間には1957年にカズメイリーナ・ミハイロブナが生まれている。スタブロポリでは教師として学校で教える傍ら社会学の研究に打ち込み、 1962年、集団農場農民の日常生活における新しい特性の出現、スタブロポリ地方における社会学的調査と題した博士論文を執筆し、モスクワ国立教育学研究所に提出した。ライサは論文執筆にあたり、参考資料として共産党地方委員会や地方自治体の公式統計や報告。 公文書や畜地観光物の使用に加えて調査方法として、コルホーズにおける体験的参加、観察、農民に対するインタビュー、アンケート、古老からの聞き取りなどの手法を採用した。この論文によって、スタブロポリ地方のような当時のソ連にあって、比較的開発が進んでいる地方でも、賃金や教育及び公共サービスにおいて都市部とは大きな格差、また、 農村における女性の地位の低さについても言及している。ソ連においては、社会学は学問分野としての認知が遅れ、ソ連科学アカデミー哲学研究所内に、社会学部門が創設されたのはようやく1960年になってからのことである。数年後に、国立大学や研究所を中心に、社会学、社会心理学研究室が設置され、1968年に、 科学アカデミーに独立した研究所が設置された。ライサは哲学の博士候補の学位を得たのは1967年であるが、それはこうした事情による。1960年代におけるソ連の社会調査の大部分はライサの例に見られるように地方で実施された。これは共産党地方委員会が社会問題の情報と分析を職務遂行上必要としたからである。 ライサの実証的研究は、ミハイルにとって彼自身のトームに関する見解を保管した上、ソ連政府の中央集権的官僚主義よりも、地方の実態を優先する姿勢を育んだ点で、大きな影響を与えたことになる。1978年、ミハイルが共産党中央委員会の農業、担当初期に就任したことに伴って夫妻はモスクワに移り、ライサは、 モスクワ大学で教団に立ち、知識協会に所属した。1985年、ミハイルはソ連共産党書記長に選出された。この時ライサは、ソ連文化基金副議長であった。書記長夫人となったライサは、それまでのソ連の歴代指導者の夫人が、家庭にあって表だった活動を控えがちであったのに、対し、ライサは、私的であり洗練された物腰と振る舞いで、国内外のメディアによって、 ファーストレディとして取り上げられることとなった。ファーストレディとしてのライサは、ミハイルの側にあって、ソ連及びミハイルのイメージに人間らしさを付け加え、ドナルド・レーガンによって、悪の帝国死されたソ連のイメージを改善することに貢献した。その一方で、国内では家庭を守る主婦を超えたライサに対して、女帝と誹謗する向きが存在した。また、東西両陣営のファーストレディとして、 ナンシー・レイガン夫人との間もメディアによって興味本位に取り沙汰された。1989年、小児白血病治療のため10万ドルの寄付を行った。この寄付をもとに病院の設備や医師の研修が行われ、以前よりもロシア国内における小児白血病による死亡数は減少している。1991年の8月クーデターでは、ライサはミハイルと共に、 クリミア半島ホロスの大統領別荘に監禁された。生命の安全すら脅かされた。この事件により、ライサは大きな衝撃を受け、精神的に大きな傷を負うこととなった。1997年、ライサ・マクシーモブナ・クラブを設立。ロシアにおける女性の政治参加に対して、啓発活動を推進する計画を立てていたが、1999年に急性白血病を発症し、 ドイツのミュンスター大学病院で治療が行われたものの同年9月20日に死去67歳であった9月22日ロシア文化基金会館で告別式が行われ当時の首相ウラジーミル・プーチンや同じく大統領ボリスエリツインの夫人ナイーナラガさんでした遺体は翌23日ノボデビチ女子修道院の墓地に埋葬されたミハイルはして その姿は、ロシア国民の同情を集めた。ライサの死後、小児がんの治療法発見に関する支援、病気の子供や家族の支援のため、ライサ、ゴルバチョフ基金が設立された。ありがとうございます。